まあ、あれ先輩、うわ寝てる。もう自分のが終わったからって先輩もしかして僕の誕生日忘れてるんじゃ。あ、いや、ここ何日か結構アピール頑張ったからさすがにおめでとうくらいは。仕方ないか、お盆休み前の残業ラッシュだったもんな。よし、僕は僕の仕事終わらせないと。あ、8月8日になった。先輩、先輩、起きてください。僕の誕生日になりました。あ、寝てないよ。いやいや、がっつり寝てましたよ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そうだ、これどうぞ。おープレゼント用意しててくれたんですね。開けてもいいですか？うん。なんだろう。それみんなで選んだから気に入らなくても俺のせいじゃないからね。とりあえず嬉しい感出してもらえたら助かります。嬉しい感とかやめてくださいよ。やりにくいな、もう。あ、服が2枚？おお、クマニーだ。耳もついてる。好きな感じだった。ちょっと試しにっと。え、あ、や、どうですどうです、似合います？似合うよ。嬉しい。気に入ってくれたならよかった。はい、お気に入りです。先輩にも貸してあげますね。ほら、先輩も似合う。そう、これ大事にしますね。はあ、何？明日が休みだったらこのまま先輩と一緒に帰っていろいろ楽しめたのに。いろいろって何？いろいろです。まあ週末まで温めておきますよ。なんだろう。このプレゼントって先輩が買いに行ってくれたんです。うん、まあネットだと多すぎて選びきれないから。うん、一人で？そうだけど。ふん。クマにいっぱい置いてる店に一人で入るのだいぶしんどかった。やっぱり？店員さんとかもなんか気まずそうで逆に傷ついた。いや、さすがにそれは被害妄想すぎますよ。先輩案外違和感ないですよ。絶対嘘。多分転売ヤーだと思われてたね、あれは。ないですって。だってさ、何色のクマニーが好きかとか、クマニーフレンズでは誰が好きかとか試すような質問攻めされたよ。なんだよクマニーフレンズって。クマニーにもいろいろとしがらみがあるんです。しがらみ？腐れ縁とか？そうです。それもフレンズじゃなくない？でも一応フレンズってことにしとかないと角が立つでしょ。そっか、クマニーも苦労してんだな。ちょっと好きになったかも。今度僕がクマニーの世界を先輩にみっちり教えてあげますからね。え、ああ、ふわっとでいいよ。ふわっとで。そんなに浅くないんですよ、クマニーの世界は。知らない方がいい気がしてきた。大丈夫です、知ったらもっと好きになりますよ。じゃあクマニーよりミヤ君のことの方がいいな。え、ミヤ君のことの方が知りたい。先輩、辛いですよそういうの。何そういうのって？そういうのはそういうのです。もう、なんか怒られた。誕生日のお祝いありがとうございました。プレゼント大事にしますね、先輩。俺に振らないで。いいじゃないですか、ほら。ちょっと個人情報が。ああ、
じゃあ今日だけ特別ってことで後でちゃんと消しておきますから。 Google でデジタルタトゥーとはって調べた方がいいよ。はい、というわけでたくさんのお祝い本当に嬉しかったです。また来年もお祝いしてくださいね。ネットリテラシー気をつけていきましょう。いつも応援ありがとうございます。僕へのコメントももらえたら嬉しいです。次もまた会いに来てくださいね。